はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、コナミアンティーク2 MSX コレクションをね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、こちらね、タイムパイロットをやっていきたいと思います。これなんか前もね、任天堂 DS のアーケード版でね、前一回プレイしたから、任天堂 DS 版じゃないな。ゲームアドバンス版のね、やつで やったことあったと思いますけども。あ、そうそう、こんなゲームやったな。MSX 版は初めての実況ですね。これ斬新ですよね、この、なんていうのか、この、8方向スクロールというかね、のシューティングですけど。でも難しいな、これ。音楽ないね、これ。これ、まあ、アーケード版でね、やったんですけどね。まあ、あんまり進めなかったと思いますけど。あの時もね。なんかでもアーケード版よりもなんかね、ちょっとめっちゃ弾打てる気がするのは気のせいなのかな。結構連打できますね、これ。こうやってやればめちゃ打てますよね。こうやってこう振り回しながら、時期を振り回しながら打ちまくるとね、結構いけるもんですね。ただこれどこにどう進めばいいのか全然わからないけど、まああんまり道とか関係なさそうです。その点数とかで、どれぐらい敵を倒せるかみたいな、そういうゲームだと思うんで。ああ、やれた。なるほどね。アーケード版よりもなんか、やりやすいですね。こっちの MSX 版の方がね。あれ、まあ、ボスみたいなもん。あ、これでクリアや。このクリアのノルマはどういうことなんかな？点数かな？それともさっきの潜水艦みたいなボスみたいなの倒したから、クリアになったのかな？シンプルやな。こいつを倒すのかな、今度は。あら、ちょっと待って。ああ、やられた。操作が難しいな、でも結構。うまくいかないもんやな。ああ、一気に終わったか、これ。ああ、一気に終わったね。はい。じゃあ、これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、コナミね、アーケードゲームコレクションですね。ゲームボーイアドバンスでやってますけどね。そのね、中から、タイムパイロットね、こちらをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。タイムパイロットね。1982年って書いてある。こういう感じのね、なんていうのかな。全スクロール型っていうのかな。横と縦と斜め全部の、全部のね、スクロール型のね、シューティングゲームですね。すごい斬新ですよね。すげえ難しそうやけども。おぉ、危ね。音楽ないやん。やばい。あ、終わった。早っ。めっちゃ難しいやん。もう、コナミの初期中の初期のゲームってことやもんね、これね。難しいわ。もうインベーダーの頃のゲームってことやな、これ。インベーダーの時代やね。
これ助けるんか？ああ。でも残機結構あるな。残機多いよね。うん。思ったよりね。あら、ネモがや。ちょっともう一回やってみようか。これ何をやれば、何をやれば面クリアになるんかな。どういうことか、これ。ある程度敵倒せばいいってことか。何をしたら一面クリアになるんかね。それがわからんの。敵をたくさん倒すってことかな。ああ、難しい。残機4機ぐらいあるんか。これ止まることできないよね。ずっと動いてるから。うわ、これ難しいわ。止まることができないよね。ずっと流れてるから、回遊魚みたいなもんだよね。魚みたいなもんでね。ずっと動いてる状態だから。うわ、無理やで、そんな。これは、一面ですよ、まだこれ。うわ、早っ。一面でこの難易度。どうしたらいいの、これ。うわ。これ一体もう一回。これ多分ね、横は横でね、縦は縦でもうね、手詰めをつけてやった方がいいかもしれないな。動き回った方が難しいね、これね。うん、横と、横だけにしよう。横だけ。ああ、でもそれでも無理か。じゃあ今度縦だけにしよう、縦だけで。縦だけで手詰めをつけて進んで。ああ、そう、関係ないか。どっちにしたって無理か、これ。一面ぐらいクリアしたいよね。せめて。一面ぐらいはクリアしたいけど。ちょっと、ああ、難しいこれ。縦の方が行きやすいか、まだ。うん。こうやってね。縦の方がまだ行きやすいよ。生き残る率が高い。危ない、あー、くそ。危ね。にしてもシンプルやな、これ。地味ですね、めっちゃ。もう縦の方がいいな、まだ行きやすいね、まだね。長持ちしやすい、まだ。どうすればでもこれ一面クリアになるんやろうな。条件がわからん。毎日。縦スクロールショーティングの感覚でやった方がいいな、このゲームは。この方がまだ死ぬ率が低いわ。いや、無限スクロールっていうのもすごいね。この当時と斬新ですね。無限にずっとスクロールしてられるっていうのがね。これ、ひょっとして、ステージ1やけども、ね、ずっと無限、ああ、危ね。危なかった、今。これ何したらクリアなんかやって、うまいかもわからんね。危ね。あぶね。
しかもあれ撮ったらどうなってるのかもよくわからないな、これ。一見パワーアップもしてないしさ。あ、下になんか小さくなってるな。下のあの表示が。あ、敵の数が、なんか出てきた。これボスか。こいつ倒すんか最後。あ、危ね。おお、怖っ。あれ、こいつ倒す、倒すってことか、これ。多分倒すんやろうね。これ倒す、うーわ、難しい、でもこれ。無理やわ。これ無理やわ。はい。じゃあ、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。コナミアーケードゲームコレクションね、やってますね。今度タイムパイロットね、こちらやってみたいと思いますね。これ全方向型のシューティングですよね、確か。ね、そうそう、これこれこれ、うん、こういう感じね、こういう感じのね、ゲームね、まあ斬新ですよね、全方向スクロールのシューティングですから。あのボスコニアンとかね、あのナムコでいいよね、あとあの SNK のヴァンガードとかね、みたいな感じですかね、うん、うわ難しい。ただこれね、何を、うわうわ、うわ、音でか。何をしたらクリアで何をしたらっていうのがね、その条件がちょっといまいちわからないですよね。何をやればクリアで、なんか多分ボスみたいなのがいて、それ倒せばいいのかな。探さないかんってことかね、これね。標的を倒す、ね、探して標的倒せばその面クリアってことかな。ボスコニアは確かそうだったと思うんですけどね。ナムコのね。これはね、いまいちわからないんですよね。今結構広く、すごいね。広い範囲で、うわ、やられた。難しいな。広い範囲でスクロールするからね。難しいですよね。うわ、危ね。うわ。ええ音やな。ゲームオーバー。難しいわ。タイムパイロットね。まあ、コナミの結構、まあね、初期のね、名作ということでね。音楽もないんですよね、これね。この状態だったら普通の縦スクロールシューティングに見えますね。あー危ね、危なかった。この状態だったらね、普通の縦スクロールシューティングに見えますもんね。うわー難しいわ。この状態だったら横スクロールシューティングに見えますよね、この状態ね。全方向スクロールですからね。うわー難しい。これはむずいなー。あっ、あっけない。終わった。はい。じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。
はい、シロックマンです。久しぶりの 実況になりますね。はい。タイムパイロット。アーケード版ですね。久しぶりのデジカメでの実況になるかと思いますけど、はい。1ヶ月ぶりぐらいかなと思います、デジカメで撮るの。はい。あれ、スタートできない。どういうこと？あれ、スタートできないな。れ、おかしいな。ちょっと一旦切ります。はい。すいません。ちょっとね。あれ？ちょっと待って。今度クレジットを増やせない。どういうこと？え？なんで？クレジットが増やせないやん、今度。スタートができない。さっきね、あー、しまった。やめちゃった。ちょっと待って。おかしいな。どういうことこれ。まともに、あれ？なんでできないの？いきなりなんかあれやな。どういうことよ。そっか、これ LR でやめるんやね。こっち行ってみるか。もうやっぱダメや。やっぱダメや。ちょっと一旦切りますね。はい。すいません。スタートできました。なんでだったんでしょう。さっきなぜかスタートできなかったんですよ。はい。はい。これね。カプコン、元ね、コナミ、元カプコンの岡本良介さんが作られたっていうシューティングゲームです。全方向スクロールのね、シューティングゲームっていうことで、当時かなり斬新だったと思いますね。あんまりなかったんですよね、その時代は。しかもこんなに連射できるって、この当時のシューティングでね。よくできてますよね。危ね。続編もね、ありますからね。タイムパイロット84っていう。それもね、岡本良介さんが関わってはいたんですけど、途中でね、退職されたんで、コナミを。これを、その84作ってる途中で退職されたんで、その後はまあね、完成させたのが、その残ったコナミのスタッフがね、完成させたっていうことらしいです。じゃあ、岡本良介さんのね、YouTube の動画見てて、タイムパイロットがやりたくなりましてね。タイムパイロットの制作秘話の動画見たときに、ちょっとそれをね、ちょっとやってみ、また久しぶりにやってみたくなったもんで。ああ、やられた。難しいんですよね、これ。これ全部で5面ぐらいまであるみたいですね。それをループする感じのエンディングはないらしいですけど。音楽ないんですね、これ。危ね。よくできてますよね。この連打がちょっと気持ちいい感じですね。おっと。わ、回転してる。ナムコのボスコニアンっていうゲームもこんな感じですよね。いや、ほんと久しぶりの実況ですね。デジカメで撮るのが1ヶ月ぶりで、で、キャプチャーボードで撮った実況は12日以来になるのかな？ 5 月12日以来ですね。もう、約1ヶ月ぶりぐらいって感じになりますよね。どっちにしてもね。それまでは、コメンタリー実況でやってたんで、
非常に皆さんは、ちょっとこう、退屈してたんじゃないかなって気はしますけど、やっとデジカメで撮れるようになったんで、デジカメのね、SD カードがね、届いたのが25日ぐらいだったと思うんですけど、その SD カードを、新しい SD カード買ったのに、それもね、デジカメでね、エラーが出ちゃって、結局できなかったんですよ。ほんじゃあね、僕が持ってるほとんどの、あ、クリアした。ほとんどのマイクロ SD が、1940年。ほとんどのマイクロ SD がですね、エラーが出ちゃって、結局。どうやらね、もう僕の、このデジカメもね、2011年製で古いんで、もうだいぶ劣化してきてですね、マイクロ SD が読み込まなくなっちゃったってことみたいですね。普通のでかい大きい SD カードはちゃんと読み込むんですけど、マイクロ SD は読み込まなくなっちゃってるんですよね。あ、やられた。それが原因で、みたいですね。あ、ゲームオーバーになっちゃいましたね。一面初めてクリアできたんじゃないですかね。5面までクリアしてみたいですけどね。もう一回やってみましょうか。だから、結局大きい SD カードじゃないと、デジカメに読み込まないっていうことが分かったんで、で、一応、大きい SD カード何個か持ってますけど、それは全部ね、ちゃんと読み込んだんですよ。で、マイクロ SD はね、どれやっても読み込まないんで、前まではね、マイクロ SD でもできたんですけどね、なんか劣化してきてね、マイクロ SD 読み込まなくなっちゃったらしいんで、だからもうしょうがないから、でかい SD カードを使ってね、今、撮ってるんですけど、でも、でかい SD カードも、ちょ、容量が少ない SD カードなんで、あんまり長い時間撮れないかもしれませんね。8GB の SD カードなんで、8GB だとちょっと少ないんですよ。うん。やっぱり、16GB とか32GB の SD カードじゃないと、長時間撮れないなっていうのがありますから。あ、難しいな、これ。結構難易度高いですね、このゲームね。多分さっき一面クリアしたのが初めてだと思いますけど、僕何回かこのゲームね、実況プレイ撮ってますけど、一面クリアしてなかったと思うんで。ゲームボーイアドバンス版と DS 版で多分、実況撮ってると思うんですけど、いずれも一面クリアできてないと思います。あと MSX 版もやってますけど、一面クリアできてないと思うんで。これ敵を倒す、その機体の数のノルマみたいなのがあるのかわかんないですけど、それでクリアになるんでしょうかね。それともこの救出の人数なのかな。ちょっとそれはちょっとね、よくわからない。あぶね。わあ、やられた。難しいですね。これ特にパワーアップとかもないみたいですから。パワーアップもないんで、ずっとこの状態ですから。これ一応、コナミ初期のね、ゲームでは、一応ヒット作というね、ことになってるみたいですね。まだコナミがそんなにまだ有名じゃなかった時の、初期のヒット作という感じにします。グラディウスとかツインビーとかもまだなかった時代ですから。スクランブルとかね、フロッカーぐらいしかなかったですよ、その当時ね。コナミの有名な作品って言ったら、スクランブルとフロッカーぐらいだったらしくて、それぐらいのヒットしかまだなかった時代で、で、岡本さんがこのね、ジャイラスとこのタイムパイロットをね、ヒットさせたことによって、またちょっとコナミが少し飛躍したって言われてますね。その岡本さんが退職されてカプコンの方に行かれたというね。だから岡本さんが言うには、もう俺が抜けたら多分コナミ倒産するんじゃねえかと思ってたらしいです。はい。それぐらい優秀な、なんつゲームクリエイターだったっていうね、扱いだったらしいんで、残ってるコナミの、あ、クリアできた。残ってるコナミのゲームクリエイターでは多分、なんかね、コナミ倒産しちゃうんじゃないかなと言ってたらしいですね。
それじゃあ、奇跡的にツインビーとかグラディウスがヒットしてですね、ER カンフーとか、結局南極大冒険とかがヒットして、コナミはもうね、なんとか持ちこたえたというかね、有名な会社になりました、今はね。カプコンもコナミも残ってますからね、今。危ね。ゲーム会社としてちゃんと残ってますから、意外なことにハドソンの方が先に、吸収されちゃったんですよね。コナミにね。ハドソンの方がなくなっちゃってるという、意外なことに。もうあまり無理せずに、ちょっとこう、避けながら、あんま助けるのも、あー、やられた。これゲームはですね、多分。やっぱ、まあ、しょうがないか。2面が限界か。はい。じゃあ、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、スロックマンです。はい、タイムパイロットの MSX 版をちょっとやってみようと思います。さっきね、アーケード版やったんですけど、またこっちもやってみようかなと思いまして。はい。あれ?スタートできない。あれ?あれ?なんで?スタートができませんが。操作できませんが。ちょっと待って、リスタートしてみるか。あれ?できないやん。なんで?エンターとかが。ん?全然やん。スタートできないやん。わけわからんな。どういうこと?しょうがないな。はい、シロックマンです。はい、今度はタイムパイロット84やってみたいと思います。これは初見プレイになりますね。はい。ちょっとね、一作目と比べると、だいぶメカニックになってますね。おお、すごい。ちょっと爽快感がパワーアップしてますね。危ね。これタイムパイロットの1というか一作目のね、作られた岡本よしきさんが作ったゲームでもあるんですが、この敵デザインは全部岡本よしきさんらしいんですけど、結局未完成なままね、岡本よしきさんはコナミを退職されたそうで、で、岡本よしきさんがカプコンに入った時に、このタイムパイロット84が発売されたらしくてですね、で、完成させたのが残りのコナミのスタッフがね、完成させたっていうことですけど、もう敵デザインは全部岡本よしきさんらしいですね。なんかね、全方向スクロールのゼビウスを目指して作られたと言われてますね。ボスかな、これ。ボスみたいなもんかな。ボスっぽいですね。うわ、難しい。でもなんか、自爆して倒したって感じでしたね。あ、これ。あ、そうか。ホーミングも出せるんですね、A ボタンで。ああ、難しい。むずいっすね。どっちにしてもこっちも音楽はないんですね。もう84年ですもんね。
ゼビウス、全方向スクロールのゼビウスっていうのがコンセプトになってるみたいで、確かにちょっとそんな感じもしますけどね。でもこれ完成品を見てね、岡本由介さんは自分が思ってたのとはちょっと違ってたというね、話もされてるんで、まあ残りのコナミのスタッフが作られた部分もあるんで、やっぱちょっとそこは理解してもらえなかったのかなというね、感じらしいですけど、でもそれだったら岡本由介さんが作りたかった完成品も見てみたいですね。ぜひね、いつか作ってもらいたいですよね、完成品の、84、タイムパイロット84ね。ちょっと待って、強いな、このボスみたいな。これ、本体に当たってもやられるんよな。結局やっぱ体当たりで倒すことになっちゃったよ、また。これで攻撃すればよかったのか、ミサイルで。おっと、危ねえ。うわ、しまった。これでボス倒したらよかったんや。ゲームオーバーですね。むずいな。でも2面、ステージ2ってなってたから、つかあれ、ボス倒した時点でステージ2ってことか。そういうことやね。ああ、むずい。ある程度敵倒せばボス出てくるってことなんでしょうね。おーっと、危ない。これはタイムパーリョット1作目より難しい感じしますね。あ、出てた。これで倒すんじゃないのかい、違うのかい、このミサイル。あー、でも敵のミサイルの方が大きいやん、おい。あー、むずい。めっちゃ難易度高い、このゲーム。はい。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。